こんにちは、タクシバです。今日はちょっと苦手なお客様3選について話をしていきたいと思います。1つ目は酔っ払いのお客様です。酔っ払っているお客様は程度の問題もあるんですけど、乗るときからもうすでに自分の住所は言えないとか、ここどことか歩けないとかっていうお客様が、頻繁にタクシーをご利用されるというのが実情です。で、その酔っ払っていることだけを理由に乗車拒否というか乗せられないよってことはできないので、基本的には乗せているんですけども、お客様の家に着いた後に、なんで俺ここにいるんだとか、お金を払わないとか、寝込んでしまって起きないとかっていうことが頻繁に発生します。そういうことになると、乗務員のその収入、その時間稼げてるだけだけの、そのメーター料金取れなくなってしまうので、めんどくさいよなとか、警察にすぐお願いしようかなとか、そういう案件につながることが多いのも、この酔っ払いの方々の、遠慮したい、ちょっと苦手なお客様に選んだ理由となります。2つ目は、態度が悪めのお客様です。態度が悪いって言っても、何種類かこうパターンがあるんですけど、一つは、その暴言とか、言葉遣いがすごい悪いお客さんですね。だいたい50代の男性とか60代の男性の方に多いんですけど、タクシー乗務員とかタクシーで働いてる人、そういった方をこう上から見てきてるっていうか、バカにしてるみたいなところを感じるんですよね。で、この方たちの難しいところっていうのは、ちょっと自分たちが偉いと思ってるのかわからないですけど、とにかく言葉数が少なくて、暴言とか言葉の端がきつい。でも、まっすぐ進んでよ。左だから、右だから。どこどこわかんないのって。ちょっとね、こういうお客さんね、結構苦手だなと思う、ドライバーの方も結構多くて、疲れるんですよね、このお客さんは。なので、ここは接客スキルでかわすしていくってことなんですが、私の場合結構割と元気な感じで、かしこまりました。そうですね、そうですね、とかって言って、ちょっと、下に出るんですけど、それもあんまり良くないと思うんですよね。ちょっと難しいですね、こういうお客様。で、他に態度の悪めのお客様の特徴として、思いっきり急いでるお客様とか、そのもう電車とかバス、飛行機、何の飛行機とかに乗り遅れそうなお客様も、基本的にはその焦っていることから、乗務員からすると結構大変だなと。運転手さん急いでみたいな。ここ通れるから、通れないんですけど とか、急いでもなかなかそんなにもともと我々って急いで運転するわけですよ。早く届けた方が、やっぱりお客様も嬉しいですし、自分たちも収入になるので。で、急いで運転するんですけど、ちょっと無理をした。無理を承知の上で行ってきたりするのは、ちょっと、困るなぁ、みたいな、思ったりしますね。あの車抜いてよ、とか。ちょっと遅くないとか。今の黄色信号行けるんじゃないの？言ってくるタイプのお客様は、ちょっと急いでるなっていう。あと5分、10分早く入れてくれたらよかったのに、とは、正直、心の中で誰でも思ってると思うんですけどね。仕方ないということで。苦手なお客様3選の最後3つ目。これはイチャイチャ系カップルですね。これは私かなり苦手なんですけども、特に夜ですね、繁華街から乗ってくるお客様、男女のお客様カップルになって乗ってくるんですけども、後部座席でちょっとイチャイチャするんですよね。軽く手つなぐとか中ぐらいだったら全然いいんですけど、そっからまさにもうぐっちゃ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 まあピーみたいな、もうベロがうーとか、いろいろハグがとか、もう結構あるんですよ。で、これがね、またね、ミラーから見えるか見えないかの、こういうやつやってるから、本人もちょっと楽しんでるんじゃないかみたいな。とか、また本当に嫌なんですよ。で、わかるんですよ、やってるのって、雰囲気でも。熱気が出るっていうか、ピンクのね、煙というか、そういうのが出てる感じがして。いや、もう本当にこれきついですね。個人的には。で、若いカップルとか、その歌舞伎町とかで飲んでる方にあんまりないんですけど、そういうことって。割かし、その中年以上の男性、女性とかに結構多いんですよね。不倫なのかな？わかんないんですけど、そういうのが多いっていうのはもう結構ありますね。あと、補足して言うとパパ活かなり増えてますね。パパ活と思われるような男女っていうのはすぐわかるので、こっちからしたら、パパ活やってんのみたいな。だけど、イチャイチャするのも女性かわいそうだなとか、本当には正直するんですけど、マジでこのイチャイチャは結構、イラーってきますね。もうこっち仕事してんのにな、みたいな。シラフで仕事してんのに、酒飲んで女の子とか、男の人とイチャイチャして楽しそうなのか。やめてほしいですね。
はい、ということで今回は、苦手なお客様参戦を、まとめてみましたが、ちょっと、悪口になっちゃうところもあったのかなと思いつつ、まあその明日のね、乗務、安全運転で乗務できたらいいなと思います。今回も動画を見ていただきありがとうございました。動画を投稿する励みになるので、ぜひチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。